チャオ、コンチェスクです。あなたが狼カードです。続きやっていきます。前回登場人物4人中2人のエンディングを見たんで、今回は残り2人のエンディングを頑張ってみようと思います。まあそのためには人狼ゲーム当てなくちゃいけないんだけどね。よし、頑張って当てるぞ。カードを配る。弁解。ひよちゃん伊豆村人。おお、村人宣言早っ。急に大声を出すな。たく、俺も村人カードだ。特に役職はない。村人は能力何にもないんだよね。俺は占い師だよ。天笠さんは？なるほどね、そういうこと。私は占い師だったよ。お、かぶった。ってことはどっちかが狼側だね。だから私視点だとユウシ君は狼側だね。違うよ、俺は本当に占い師だ。だから俺は天笠さんが狼なんだと思う。この感じだと狂人いない感じか。じゃあ本当にどっちかが狼かな。ふむ、自称占い師連中のどちらか片方が狼または狂人か。狼潜伏の可能性あるから、そしたらじゃあこの二人のうちのどっちかってこと。狂人だとしたら、狂人だった場合は日和が狼だな。ははおじさんも容疑者でしょ。ひよちゃん、一つ確認してもいい？どうして開幕早々に村人で宣言したの？確かに。それは、村人、あんまり出番がなさそうだったから、まあどうしとかが良かったな。はい。大声じゃなくて議論で参加しろ。私の中では、ちょっとひよちゃん怪しいんだよね。あんな突然の村人宣言、あるかな？でもこいつぶっ飛んでるからな。何でもやりかねない。本来であれば怪しむ部分だが、日和は存在がノイズだからな。やべえ、俺感想おじさんと一緒だ。ひどい。そんなこと言うとひよちゃんの気づいたこと教えてあげないもん。なんだ気づいたことって。気づいたことだと？さっきゆうしくんとつゆちゃんが二人で占い師を宣言した時なんだけど、つゆちゃんがこう言ってたの。ゆうしくんは狼側だって。あー、狂人の可能性を思いっきり考えてたってこと？うん、確かに言ったね。でも何か問題ある？ううん、何も問題ないと思う。でもその後ユウシ君がね、あー、相手は狼だって言ったな。ってことはお前が狼なんじゃないのか。天笠さんが狼だって言ってたんだ。やっぱそういうことだよね。別に問題ないでしょ。天笠さんが言ったのと一緒だよ。ああ、そういうことね。私を狼と断定してたんだ。なるほどな。実に狂人らしい動きだ。ちょっと待ってよ。確かにそう言ったかもしれないけど、別にそういうつもりで言ったわけじゃないよ。天笠さんの嘘にちょっとイラッとしてただけだよ。ごめんね、ユシ君。でもユシ君が狂人なのは確定なの。え、ちょっと待って。え、狂人なの？狼じゃなくて？なんで？ひよちゃんが占い師だから、は？な！そんなわけで占い結果を宣言します。狼はつゆちゃんです。こいつ狼、ちょっと待って、占い師3人になっちゃった。もうめちゃくちゃだ。ひよちゃん？実は占い師で潜伏してみました。偽の占い師を炙り出せればいいなと思って。もし魔導士がいれば、それだけで狼当てられたかもしれないし。私視点だと、ユウシ君とヒヨちゃんが狼側。そしてユウシ君を占ったけど人間だった。だから狼はヒヨちゃんだよ。おいガキ、お前は誰を占うんだ？俺は誰も占わないよ。なんでだよ。ガキの狂人は確定。あとは二択か。そうなの？あいつのこと狼かと思ってたのに違うんだ。さあ出番だ。ちょっと待って。誰なんだ、わからない。ログ見よう、ログ。会話ログでこれ、ちょっと巻き戻せるから。ちょっと皆さんは、動画を一旦巻き戻して、会話もう一回チェックしてみてください。誰が犯人か当てて。誰が狼か。ちょっと俺も、セリフ、見てきます。ちょっと読み返してみたんだけど、この占い師日和が本物の占い師っていうのはどうも本当っぽいよね。だって村人として黙ってれば別に何も注目されなかったのに、狼だったらそんなわざわざ目立つようなことしないでし
だって何にもしなかったら、あのおっさんといい感じに沈黙を保ってたんだから、それをわざわざぶち破ってぶっ壊してしゃしゃり出てきたってことは、やっぱり人間側の本物の裏返しなんだろうな。ということはこいつの言ってることは本当だから、天笠つゆが犯人か？ちょっとじゃあ、あんまり自信はないけど、そうなんじゃないかな。処刑する。行ってみよう。こいつでも前回、人狼の時当てたからエンディング見てるんだよな。どうだろう。うわ、外した！本当の占い師だった。マジでまんまと騙されたんだけど、うっそ。はぁ、みんな分かった？完全に騙された。じゃあ日和が狼だったのか。うわぁ、ひひゃひゃひゃ、残念だったな。やばい、俺外した。お前を処刑してやる、だって。うわぁ、あぁ、俺死んじゃった。ゲームオーバー。マジか。むず、このゲーム。マジか、もう一回やろう。めちゃめちゃむずいんだけど。まずは俺からだ。俺は魔導士だ。マジで？占われたらわかるんだよね。天学堂さん、その宣言いる？妙に早い宣言だけど。狼や狂人に先手を打ったまでだ。先に宣言することで全体に制約を生む。まあ、そうかもね。狼と狂人は嘘をつくはずだから、嘘のつき方のパターンは絞られるかも。私としては、むしろ何の制約もないうちに嘘をついた可能性を感じたけどな。ああ、まあね、最初に宣言する方が楽だからね。ちなみにひよちゃんは村人です。力なき、ただのか弱い少女なの。狼さんいじめないで。お前な、なんかもうトリッキーな動きばっかするから全く信じらんないよ。さっき多分人狼だったし。一人で勝手にやってろ。さて、天笠、お前は何のカードだ？自然と話の主導権を握られてるのもちょっと気になるけど、私は占い師だよ。ちょっと待って、俺が占い師だよ。またこの二人かよ。やっべ、今度こそ当てたい。天笠さんが占い師なのは絶対におかしいよ。なんで？もしかして占い師のカード、実はたくさんあったのかな？いや、それはないでしょ。占い師と狼は一枚ずつらしいよ。そんなわけあるか。これは俺と天笠さんのどっちかが狼なのかな？あ、そうかもね。もしくは狂人の可能性もあるかもね。狼だと決めつけるのは危ないかもしれない。まあ、そうかもね。さっき外したしな、俺。どうしたらいいんだろう。俺的にはやっぱり天笠さんが怪しいかなって。まあ、そりゃ対抗は怪しいだろう。もちろん俺視点だと天笠さんが嘘をついているのは確実なんだけど、最初の天学堂さんへの反応とかちょっと過剰な気もするんだ。ああ、魔導士宣言？これ、お互いさ、魔導士のおっさんを占えばいいだけじゃない？私はあくまで釘を刺してただけよ。本来であれば占い師である私が先に宣言をしたかったところだもの。ひよちゃんもあの宣言はちょっとびっくりしちゃった。あ、おっさんの魔導士宣言？でもおじさんの言うことも間違ってるわけじゃないと思うよ。ふっ、日和の割にはまともに物事を考えられるんだな。はは、は？おじさんが狼です。死刑。おそらく勇士と天笠は占い師と狂人だろう。故に俺の読みでは狼は日和だ。その確証が欲しい。展開的にさっきと一緒じゃん。ただ、宣言の仕方が全然違うけど。あと、おっさんが村人じゃなくて魔導士だけど。違います。このゲーム。占い師はいつでも一度だけ占いができる。占い師は占った結果を口にする必要はない。ただし魔導士だけは誰に占われたかという事実がわかる。故に勇士と天笠のどちらかが俺を占えば、俺の視点では確定する。お前が本物ならな。それは天学堂さんが確実に魔導士の時だよね。天学堂さんが狼なら嘘の判定ができるんじゃないかな。まあ、そうなんだよな。これ難しいよな。魔導士が本物かどうかなんて分かりっこなくない？今、魔導士を確定させるのは困難だろう。今できることはただ一つ、本物の占い師を味方につけることだ。はあ。さあ、早く俺を占え、本物の占い師。乗せられてるみたいで気に入らないけど、私が占うよ。天学堂さんは、
やっぱり狼だったよ。そうなの。ほらそうじゃん、ユシ君、早くヒヨちゃんの身の潔白を。占師さんを占うよ。うん、占師さんは狼だよ。ちょっと待って、もうさっきと全然違う展開になってきたぞ。これなんだこれ。決まったな。決まっちゃったね。さてここでみんなに重大発表があります。お前またなんか潜伏してたん。なんとヒヨちゃんは無力な村人ではなく神に仕える占い師だったのです。さっきと同じ展開なんだけど。そしてこいつが占い師であることは魔導士である俺が保証する。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、占い師が二人いるっていうことはどっちかが嘘ってことね。で三人目が現れたから三人のうち二人が嘘ってことじゃん。で、おっさんは魔導士で、狼判定一人に食らってる。で、この日よりも狼判定一人に食らってる。でも、どっちかの占いはこれデタラメじゃん？っていうか、まあ、どっちもデタラメの可能性がある。で、日よりが占い師でこいつを占って、おっさんがそれを感知したと。ということは、この二人が狼と狂人っていうことになる。だから、この占いはどっちも嘘ってことになる。まあ、確かにそれは辻褄が合うんだけど、さっきその流れで、こいつを犯人だって言ったら、まんまと騙されたんだよね。今回も騙されんのか？いや、でも辻褄はバッチリ合ってるんだよな。いや、でもさっきも辻褄合ってたしな。どうなってんだ？この議論の最初の俺の一言目。魔導士宣言の直後に日和は俺を占っていた。いやでもお前ら二人が嘘だったら、いやそんなことない、だからここに二人いるから、狼と狂人っていうことはありえないってことは、この二人やっぱり本当だ。故にこの議論の最初から誰が占い師であるかを知っていた。狂人と狼が占い師を語り合う様を見ながらな。本当かよ。いや、本当に？本当に？いや、だとしたらさ、どっちが狼か分かんなくない？狂人と狼なんでしょ？天笠と勇士が。で、狼も狂人も、誰が狼か、誰が狂人か分かってないから。でもそしたらさ、誰が狼か絞りきれないんだよね、この展開だと。ということは、ちょっとみんなも一旦動画巻き戻ってね、誰が犯人か当ててください。おっさんの魔導士は、まあ、ほぼ 100% 合ってんだよ。で、それを占った天笠つゆが、偽物だから絶対、狼だって言うじゃん。偽物の占いだから。で、その結果を見て、勇士は、占い師を狼だって言ったんだよね。それって、この天笠かばってるよね。自分が狂人で、狼がこいつで、もうバレちゃったけど、釣らせるわけにはいかないから、他の人を狼に仕立てたってことじゃない？ってことは、やっぱり、天笠が犯人じゃない？人狼。ちょっともうさっきと同じ答えになっちゃうけど、どう？さっきよりは自信なんだけど。当たった！やったぜ！でも、天笠のエンディングはもう見てるからな。やった、判断成功！やったー！天笠さん、さようなら！ごめんなさい！死んじゃった。でも大丈夫。もう一回やったら生きてるから。謎の復活。よし、もう一回やるぞ。全然この勇士と日和のエンディングが見れない。おっさんがまず宣言だ。まず、俺は占い師だ。他に占い師だっていう人いる？ひよちゃんは村人です。お前のことは俺は信じねえ。絶対に信じねえ。私、占い師じゃないよ。そっか。じゃあ、天学堂さんが狼か狂人だと思う。俺が占い師だし。本当かな？おお、この俺に舐めた口聞くとは、今この場で殺してやろうか。ストップ、ダメだよ、暴力は。占い師は一人だけだから、ユシ君かおじさんが偽物。なんか感じ悪いし、おじさんが狼ってことでいいんじゃない？それじゃ推理にならねえ。
適当な決め方もダメだよ。占い師が二人ってことは私の出番だね。お前さては魔導士か。天笠、お前魔導士か。そう、私は魔導士。私が占われたら占い師を特定できる。ああ。でもなんか嘘くさいな。であれば俺が取る手段はこうだ。勇士を占った。こいつは狼だ。違う。あれ、つゆちゃんを占うんじゃないの？占い師を宣言しているのは二人だ。片方が確定できれば問題ない。勇士が天笠を占って占い師だと確定すれば俺は黒。占い師でなければ俺が白。白の俺が狼認定した勇士が狼だ。なるほど。ちょっと待ってよ、それってちょっとおかしくない？まず今の時点で天笠さんが本当に魔導士かどうかわからないはず。そうなんすよね。もし天笠さんが狼か狂人だったら、俺の占いに嘘の判定をすることができるよね。そうだね。ひよちゃんたちが魔導士を判定する方法はないもんね。私視点だと、私は魔導士だから問題ないけど、確かに他の二人の視点からだと怪しく見えちゃうかも。いやでも、占うタイミングは占い師次第なんだし、それを感知するのも魔導士が本物だったらすぐできるんだから、黙って占って、もう分かったら3秒以内に答えなきゃもうダメみたいな感じにすれば別に分かるんじゃない？まあお前が本物ならの話だけどな。天学堂さんはどうして私のことを信用してくれたんですか？やるじゃねえか。説明せずにいけるかと思ったがな。俺は天笠を信用していない。故に釜をかけた。そういうことね。どういうこと？いや俺も分かんない。どういうこと？最初の役職の宣言だ。日和は役職を宣言するときに明確に自分を村人だと言った。一方で天笠は占い師ではないという言い方をした。確かに、何だとは言わなかった。天笠は自分が別の役職を宣言する可能性を考慮していたんだろう。つまり天笠は狼、狂人、魔導士のいずれかだ。そうだよ、魔導士じゃない可能性がある。よし、だから俺はお前を占ったんだ。占い師である俺の視点で勇士が狼であれば、天笠は魔導士か狂人だ。しかし仮に天笠が狂人だったとして、あの時点では俺と勇士のどっちが狼かは判断がつかないのさ。私が狂人だったとしても、狼の人と LINE をつなげる機会がなかった。だから仮に私が狂人だったとしても、私がボロを出すと思ったんでしょ？そういうことだ。もう時間もあまりなさそう。勇士くん、つゆちゃんを占ってもらっていい？わかったよ。俺は天笠さんを占うよ。天笠さんは狼。そう言わざるを得ないよね。ごめんね、勇士くん。魔導士として宣言。勇士くんは占い師じゃないよ。決まりだ。悪いな、勇士。違う。俺は占い師だ。天笠さんが狼で天学堂さんが狂人。これでも筋が通るはず。この二人が結託すれば嘘を通せるはずだってば。ちょっとみんな、動画巻き戻して、誰が犯人かじっくり当てて、ちょっと俺も会話ログ戻ってきます。見たけど、どうも今回はおっさんの言ってることがめちゃくちゃ正しい気がするんだよね。なので、まあ、この勇士がやっぱ人狼かな。今回に限っては、ぶっ飛んだ日和は全然蚊帳の外だったから多分考えなくて大丈夫だと思うんだよね。というわけで、処刑する！どう？え、なんで俺なんだよ、おかしいだろ。どう？当たった！やったぜ！初めてのエンディングだ。判断成功。やだ、嘘だろ。なんで？ごめんよー。やだよ、俺死にたくない。誰か助け！あ、助けるかよ、バーカ。ご愁傷様、勇士。こいつは隙がなかったな。せめて誰か狂人がいてよかったんだけどな。まあ確かにね。占い師対抗したのはミスだったな。確かに。当てた。やった。お、勇士のエンディングだ。俺はこの春から中学に進学した。別に受験をしたわけではないので、普通に地元の学校だ。でもすごくワクワクした。
お前、中1だったんか。大変だな。え、12歳とか13歳でしょ。なのにあんなおっさんとかと一緒に命を懸けた人狼ゲームやらされてたの大変すぎる。マジ脳みそパンクしちゃうじゃん。なんというか、自分の見える世界が広がっていくような気がしたんだ。中学に期待していたことの一つに部活動があった。あー、ワクワクするよね、最初は。小学校のクラブ活動とは違う、ちょっとかっこいいイメージがあった。すげえ進んでる。そして、かっこよさそうという理由で俺は天文部に入部したんだ。ほえー、インテリじゃん。いいね、いいね。と言っても、放課後の活動時間はまだ星が見えるような時間ではない。まあ、でしょうね。あくまで星を見るのは不定期にある観測会の時。じゃあ普段めっちゃ暇？普段は部室で適当に遊んだりすることが多かった。気楽な部活だな、いいな。先輩がうまいこと部室にいろいろ持ち込んでて、これはこれで楽しい。あ、ゲームやってる。最近は部室のパソコンでゲームをするのがお気に入りだ。へえ。部長がいろいろとゲームを入れていて、知らないゲームがいろいろと入っている。聞いたことのないマイナーなゲームが多く、それもそれでちょっとかっこいい。まあ確かにね、初めてパソコンでゲームやるとちょっとテンション上がるよね。なんじゃこりゃって感じで。が、そろそろ定期試験の時期、あんまり遊んでもいられない。ああ、楽しいことばっかりならいいのにな。え？めちゃめちゃ平和なエンディングだった。それなのにいきなりこの人狼ゲームに参加させられて、たった今俺に処刑されたの。かわいそう。マジか。なんてこったい。残るはこのひよちゃんのエンディングがまだだね。よし、じゃあ、頑張っていくぞ。ただこいつが人狼の時がないと意味ないんだけどな。おっと、なんだ、いきなり来たぞ。まずは占い師の名乗りから始めましょう。占い師のカードは俺だ。ちょっと待ってよ、それはおかしい。占い師のカードを引いたのは俺だもん。天角堂さんが占い師なわけない。おお、揉めてるぜ。俺から見ればお前が占い師であることがおかしな話だがな。どっちか片方は狂人もしくは狼なんだろうね。いや、でもこのタイミングでいきなりシャシャリ出てくるってことは狂人の可能性の方が高くない？狼絶対様子見るっしょ。ううん、そうじゃないよ。二人が狂人と狼なんだよ。だって占い師はひよちゃんだもん。ゆうしくんもおじさんも嘘つき。ええー。いや、狼様子見るだろう。なんだと？占い師宣言が三人。まあ、さっきも三人あったけどね。これは、ややこしくなってきたね。一応宣言をしておこうかな。私村人なんだ。ついちゃんが魔導士だったら確定できたかもしれないけど。とりあえず、俺たち三人の中に狼がいるのは確定だよね。ああ、そうだね。本物は一人だけなんだから、残り二人は狼と狂人で確定だ。どうだ、今回こいつは除外していい、完全に。もう、どっか行って。チラチラ目に入ると考えちゃうから。普通に考えたら、ひよちゃんが占い師なんだと思う。まあ、そうかもしれないし、狼かもしれない。本物だとは言えないな、別に。なんで？もしひよちゃんが占い師じゃなかったら、どうしてそんなことを？ってことになっちゃう。いや、でも、占われる可能性もあるからな。ひよちゃんは3番目の宣言だからね。もしひよちゃんが狼か狂人だとすると、すでに偽占い師がいるのに、さらに宣言してることになっちゃう。まあ、確かに被ってるってことか。つまりひよちゃんが占い師じゃない場合、宣言するタイミングがおかしいのです。ああ、同時に、占い師、占い師、占い師、つって3人になっちゃったんならわかるけど、後から3人目にわざわざ偽物が名乗り出る意味がないってことか。まあ、だから、そうなの？っていう主張ができるようになることが目的なんじゃないの？確かに、俺もそう思います。うん、あるとすればその可能性。かなり博打だけど、ゼロじゃない。むしろ、今の状況を見ると、その作戦はすごく有効に感じるよ。ゆうしくんに疑われてて悲しい。ひとまず、だ。雨傘は白だろう。まあね。だが占い師同士で占っても、
全員が狼を宣言するだけだ。なんか手は。だが、もう議論の余地はない。各々の直感で占うしかないだろう。だったらひよちゃんはおじさんを占う。出ました、見事おじさんが狼です。な、てめえなら俺はこうだ。勇者を占った狼だ。なんだよそれ、俺が占い師なのに。そういう流れだったら俺は占い師さんを占うよ。占い師さんが狼だ。間違いないよ。なんでこんな狼的中できるんだよ。二択なんだけどな。結局こうなるよね。困ったな、推理できるかな。うわ、もう終わった。みんなも誰が人狼か当ててください。動画巻き戻して、こいつだっていうのを決めてね。俺も会話ログ巻き戻っていきまーす。あのさ、これでさ、狼が誰かを当てなくちゃいけないってことは、狼が誰かもうわかる状態になってるってことだよね。ということはさ、俺これ日和が狼なんじゃないかと思うんだけど、もうさ、だったら、おのおの直感で占うしかないだろうっておっさんが言ったら、もう途端に、この日和が、私おじさん占うっつって、おじさんが狼ですって言ったんだ。本物だったら、まあおじさんが狼でいいでしょうけど、もしね、こいつが、狂人だった場合、おっさんが狼かもしれないし、勇士が狼かもしれない。だから、おっさんのこと狼ですなんて断定できないはずなんだよ。だけど断定したってことは、こいつが狼だからできたんじゃないのかな。まあ、もしくは本物か。それ以外に確定する要素ないんだよね。おっさんも勇士も流れで占ってるだけなんで、確定して言えるのは、この日和が真っ先に占って自分以外の人のことを狼だって言ったってことだよ。それが確実に言えるのは本物か狼か。だけどこいつが本物の場合は、まあおっさんが狼なんだけど、それの確証は得られないよね、どこにも。というわけで、今回のジャッジはですね、まあちょっと半分望んでるっていうのもあるけど、日和が怪しい。真っ先に占いをしたっていうのは、自分が狼だから相手のことを狼だって言えばどうにかなると思ったから、だから勇士が本物の占い師ってことかな。おっさんが自分のことを占われて狼だって言われてるのに、日和のことを占い返さなかったっていうのがちょっと引っかかんだよね。だからおっさん狂人なんじゃないのかな。まあその推理で言ってみよう。処刑する。どうだろう。違うよ、ひよちゃんじゃないよ。どうなんだ。当たった、やったぜ。おー、俺の推理合ってたってこと。わあ、大正解。なんと狼はひよちゃんでした。お前この数秒後に死ぬんだぞ。いけるかなと思ったのに、次があればもっと頑張りたいな。てめえらに次なんてねえんだよ。狼占い連鎖は起点が犯人ってな。やっぱそうなんだ。誰が狼か分かるのは狼だけだし、可能性は高い。つくって意外と冷静なんだな。見くびってたぜ。まあ、めっちゃ時間かけて考えてるからね。あ、でも俺善意のエンディング見たぞ、これで。お、占し日和のエンディングだ。早く急がないと。どこだこれ、コンビニか薬局。ごめんね、電車間違えちゃって。せっかく友達と遊ぶ約束してたのに、ひよちゃんたらうっかりさん。今日は友達と一緒に最近流行りのお店でショッピング。ここ流行りのお店なの。どう見てもコンビニか薬局なんだけど。もしか小さいスーパー。イケてる今時のお洋服を見たり、可愛いキュートなアクセを見たり。洋服もアクセも売ってなさそうですけど。お父さんの仕事の関係もあって、引っ越しとかする機会が多かった。だから中学まであまり友達も作れなかった。そして入学した高校。通信制の高校だったから、もう友達なんて作れないのかなと諦めてたけど。そんな不安は急だった。今、ひよちゃんの毎日は充実しています。よかったね。友達とショッピングを楽しんで、その後は、
映えなカフェでおしゃべり。ほん。あんま美味しそうには見えないけど、酸っぱそう、なんか。昨日見たドラマの話とか、今度出るアーティストの新曲の話とか。たわいもない日常だけど、とても楽しい。きっと今のひよちゃんはとっても幸せ。こういう日々をこれからも大事にしたい。今をちゃんと楽しむことは、きっと大事なことだから。え！そんな束の間の幸せを手に入れたばっかりだったのに、このわけわからん人狼ゲームに連れ出されたの？かわいそすぎる。やっとできた友達との楽しい日常が。あらら。はい、というわけで一応、4人のね、エンディングを見たんで、このゲームこの辺で終わろうと思うんですけど、不幸だったのっておっさんぐらいかな。おっさん会社倒産しちゃったからね。しかも仲間に裏切られて。で、天笠つゆは日常こそパッとしないものの VTuber としてちょっと楽しくネット活動してるみたいなことを言ってたからね。それはそれで俺もちょっと同情するんだけど。え、っていうか今回の二人めっちゃ幸せそうだったじゃん。ゆうしも、ひよちゃんも。うわ、人狼ゲームなんてやるもんじゃないね。まあ、ゲームの中の話でよかったよ。はい。というわけで今回この辺で終わります。また面白そうなゲーム見つけたら実況やっていくんで、よかったらそっちも見てください。それじゃあまたね。バイバイ。